このプロトタイプは一つの指の動作で選択と決定っていうものを同時に行うことができるっていうのが最大の特徴だと思ってます。最初にその新しい技術を聞いた時に、これはきっと世の中にある様々な操作機能っていうものをよりシンプルにできるんじゃないかなっていう可能性を感じました。ボタンの内側にタッチセンサーがついているような製品になります。通常であればボタンの内側に後からセンサーを貼り合わせるんですが、弊社のインサート成形という技術であれば金型内にセンサーをセットして射出成形と同時にセンサーを貼り合わせることが可能になる。結果狭くて小さくて深い形状でも貼り合わせが可能になりました。 VR ってゴーグルをかけると思うんですけども、そうすると指の動きって分かんないですよね。でその時に指をボタンに触れる、でその状態の時にプレイヤーは構える動きをする、それからそこで押すと次のアクションを実際に行うっていうような新しい操作方法っていうのが提案できるかなって思ったんですよね。車の内装でいうとハンドルのところに今の車って自動運転のためのボタンであったりオーディオの操作のためのボタンっていうのがたくさん並んでるわけですよね。それをですね、この技術を使うことでよりシンプルにできるんじゃないかなと考えたんです。ボタンに触れることでまず自動運転なのかオーディオなのかっていうのを選び、で決定するときに押す、そうすることでステアリング周りのデザインというのが非常にシームレスでシンプルになってくるんじゃないかなと思います。スマートフォンだったら普段スクロールするときに指を大きく動かさないといけないじゃないですか。それがこの技術を使えば、例えばこの音量ボタンが設置してあると思うんですけども、ここにこの技術を仕込んで音量ボタンを触ることで簡単にページをスクロールすることができるんじゃないかなと考えました。片手で操作することで新しくてシンプルなユーザー体験を提供できるんじゃないかなと思いました。医療や福祉分野でも活かせるんじゃないかなと思ってまして、例えば目の不自由な方がこれまでボタンを押すと押した後にじゃないと何が起きるかわからない、でもこの技術を使うことによってボタンに触れる段階で音声のフィードバックが返ってくるので失敗操作っていうものを減らすことができるんじゃないかなと、新しいインターフェースの可能性が広がると思います。視覚障害の方が通常の人と同レベルのことができるような世の中になっていければいいなと思うので、そういった形で公共の場所であったりっていうところにいろいろ使われるのはすごく嬉しいことではあると思います。それからこの技術が社会のインフラに落とし込まれることによって誰一人取り残さない社会の実現に貢献するんじゃないかなと思います。